どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ムササビワサビキャッチ初級編講師さやです。いや早口言葉言えて達成感みたいな感じのやめてということで今回ですねこちらでございます。なんてガチャルでしょうか。せーの、果汁 1500% 取り放題。これは大軍のフォークに襲われるモノローグ、平和じゃないじゃんということで今回こちらです。似顔絵。似顔絵もう至ってシンプルですよ。だってもう、ね、書いてあるもんね。書いてある、やること書いてある。珍しい、ここだけで分かるとき。確かに。ということで今回やっていく企画はこちら。レドンディ、プロの絵師夫婦がお互いの似顔絵描いたらガチガチに補正かかるのか。ふぅ、真実の愛。皆さんご存知の通り、似顔絵というものは相手の特徴を捉えて、まあ、デフォルメをしたりすごくリアルに描いたりなどいろいろあるんですけど、基本その人の特徴を大げさに捉えていくっていうのがよく見られる似顔絵ですよね。いや我々基本的に夫婦なんですよって言おうとしちゃった違う、いつも夫婦なんですけどまあ初めてうちを見た方にもご説明しますと、はい、我々夫婦で絵を描いてるわけですよ、お互いね、うん、で僕たちの顔知らないよって方のためにも一応見せると、こんな顔してるんですよ。はい、うん、まあということで我々別になんかこう至って普通のよくいるメガネ夫婦なわけですよ。よく聞くじゃないですか、相手がさこう脳内補正かかってるとか、あそういう話があるじゃないですか。うんうんうん、可愛く見えちゃうとか。あ、そうそう、別にその人にとって可愛く見えてる何でもいいと思うんだけど。まあ確かにね。実際絵描きの僕たちがお互いの顔をちゃんと描いたら、はい、うんうん、どんな絵が生まれるのかと。そう補正かかるんかと。ということで今回はですね、お互いの似顔絵を描いて、まあそれがどれだけこう相手のことをね思って描けるのかっていうのを検証していきたいと思いまーす。カタツな2人ということで今回はもうね、久々の3回戦でいろいろやっていこうかなと思うんですけど、そうね、1回戦目はまずは肩慣らしというか、いやそうね、デフォルメの相手を描くんだけど、はい、5分間でまずは描いてみよう。でもゲンさんあれですよ、せいさんの描く夏目さんちは、うん、あなたのものじゃないですか。嘘、ちょっと書きあんのあれダメなの描いたら。ありますよ、でっかい丸 C 書いてあったでしょ。嘘、どこに書いてあったゲンさんのおでこペラってめくると丸 C って入ってる商標登録すんのさあということでまずはデフォルメなのでシンプルにいきましょうか。いきましょう、はい、じゃあよーいスタート。えずるいってそれは。おそれはいいんだ自分で。何が、えどういうこと淀みないってもう僕は今悩んでんのにもう一人できたよ一人できたよな、まあ、早いよこれは。でもねこのねデフォルメってね、実はね夏目さんちができてからじゃないんだよね、はいはい、あそうなんだよね実はね。あそう我々がねお勤めしていた頃、そうつまり時は7年前に遡るんだよ。いいそんな壮大に始めなくていいその時にねお仕事でねチームメンバーを書くみたいな時にねこれが生まれたの。懐かしいな。頑張ってゲンさん、さやさんここ可愛く描いてあげてよ。私もゲンさんのことすごく可愛く描いてるからさ。どうしたのゲンさん、さやさんのことが可愛くすぎて喋れなくなっちゃったポジティブすぎるあそうさやのさその絵さ、うん、会社員時代に生まれたものなんだよね。ちょタイムラグすごないちょ真剣そのものだった今、うん、本当にやばい関係ない。大丈夫だよゲンさん、あと3分もあるよ。これもうダメダメ、師匠と絵柄似ちゃうみたいなやつになってる。どうデフォルメしてもなんか今すぐ死にそうなさやさんになっちゃった圧倒的に不利。もうゲンさんこんなに悩んでんのに、言っとけ、もう何も準備してきてないから今回似顔絵描く企画するよっていう。全然準備してきてないよ。もう3年間描いて準備してんじゃないかその絵をよく言いますよ、絵描きのさ、その絵そんなに簡単に描けるんだったらなんでそんなんでお金取るのっていうさ、あ問答あるじゃない、うん、こいつこの絵開発するんで3年間かかってるからねここまで描き慣れるのに。なおこの絵で漫画も一冊描き上げている。それでもやっぱり絵が描きたい、好評発売中抜かりない夏目さんちの慣れ初めが慣れ初めがたくさんたっぷり描写されているので、そうだね、ゲンさんの特注ブロマイドとかもついてるみたいな。ついてね、嘘つくないじゃあまず5分間で相手のデフォルメっぽい顔をね、はい、ちょっと待って、せーのデドン描きすぎや、
5分の量じゃないじゃんもう。もう作者じゃんこの量かけんの。一番これが気に入ってる。僕の今の顔だよこれ。今こんな顔してこんな気持ちだよ。バリエーション豊かでしょ。アニメ作る時のラフカットだ。あ、めちゃめちゃ可愛い。いやでもなんかわかる、このさやさんのデフォルメから必死に逃げようとしても逃げ切れてない感じ。その顔が全然決まんなくて。書いていこう。いいよ。なんか言えよ。はい、まあ、ということでまずはこう5分間でジャブというかたっぷりかけジャブじゃないもん、なんかラッシュなんだけど初戦からここからが大事なんだけど、うん、結局のところこの後のテーマをさやさんにはこの絵柄をいつも描いてる夏目さんちを封印してもらうっていう、まあ、今回の面白さはそこに出るかなと思って、ちょっと今回からうちを見た人は何のこっちゃって感じだと思うんですけど、ぜひね楽しんでいただければね。やめて、人が喋ってる間に一人増やすの。一元さん増やすのやめてマジで。で次2回戦目、うん、自分の絵柄で、自分の絵柄っていうのは、うん、普段僕たちが普通に絵を描くぞっていう時に、まあ、こういう絵を描いてるわけなんですか。そう、こういう感じの絵をねいつも描いてるんですけど、その絵でその絵柄でもしも自分の絵の世界に相手を登場させたら、それが今回の企画。始めんなよ。でもね、実はね、いつもデフォルメで描いてるゲンさんの髪型と今の髪型違うんですよね。そうなんだよね、実はね。ね、前髪今ピンクだからさ、ゲン。違うだろ。よし、じゃあいつもさやさんが見てるゲンさんの姿を描いてあげましょうね。ゲンさんはね、まずパソコンに向かうんだよ。はいはい、毎日、毎日。僕らはグーグルの上で踊らされて嫌になっちゃうよ。否定できねえな。YouTuber のグーグルさんに踊らされてんのは否定できない。何でもそんな酔っちゃった。何が酔っちゃった。そういうの遅く酔っちゃった。ごめん、なんか音3割ぐらいしか。やばくない。めっちゃ酔っちゃった。ゲイさん大好きだもんね。言うの苦しそうじゃん、やめて。なんかさ、自分で言ってて苦しそうじゃん。大好きだもんね。だからしょうがないんだよね。最後はね、丸鼻なんですよ。リオはね、鼻ないんですよ。あるんですよ。ゲさん何目、チリ目、タレ目、僕どっちなんだろうね。あいつね、めちゃめちゃタレ目だよ。そう、サヤさんはタレ目だよ。お父さんもタレ目。そう、サヤね、お父さんとすごい目似てるよ。あ、おは、おは、鼻サヤ、あの、サヤのお父さん、うん、どういう顔かっていうと、サヤ、いかつさレベル100みたいな、うん、お父さんこんな感じだよ。マジマジこんな結構似てる、結構似てる。ちょっと困ってるね、この音。いつゆうさん、そんな困ってる。いつも、うん、いつも眉間にシワ寄ってる。あ、それはね、そうかも、うん、だからやめなさいって言ってるの。眉間にシワ寄ると三重県が沈没するわ。やめた方がいいだとしたら。似てる、このパパ。めっちゃめっちゃ似てる。めっちゃ似てる、めっちゃ似てるよね。めっちゃお父さん似てる。顔のパーツ一緒なんだよ。はい、ということで、2回戦目15分自分の絵柄で相手を描いてみた。はい、せーの、ベボン。なんで見せないの。なんか照れちゃってさ、恥ずかしい。見せてよ。初めてじゃない、最後僕をさ普通の等身で描いたの初めてじゃない。あ、確かに。結婚式のウェルカムボード以来じゃない。そうだね、あの時ね、その時まだ全然デフォルメとかなかったもんね。そう、すごい真面目に描きすぎて、ゲンさんにウェルカムボードぐらいもうちょっと自分可愛く描いていいんだよって言われて、すごい修正させられた思い出がある。そんな思い出も引きずりつつ、せーの、ドン、ドン、おお、ドン。なんか綺麗だね。でしょ、なんかほら肩にユニコーンも乗せて。それおかしい。そのゲンさんはおかしい。今真横にいるゲンさんを頑張って描いたんだけど。そう、守護霊獣じゃん。僕あれじゃん、もうエクスペクトパトローナも出てんじゃん。肩から。出てる。え、可愛い。美人じゃん。めっちゃ可愛いじゃん。僕の絵柄でも、僕の絵柄じゃない？見てほら。ナピメが。ナピメがあの強い黄身のプルンプルンみたいな。可愛そう。さやナピメ今から多分食べるんだ。そう、新鮮な黄身は掴めるって言いますものね。新鮮なナピメ。ナピメ。でもさ、特徴は捉えてんじゃない？垂れ目で、まあ僕の絵柄結構目大きい絵じゃん、うんうん、だからまあちょっと大きめにして、ありがとうね、うん、で丸鼻でしょ、うんうん、で薄い口、やだ、いや顎は平ら。何ですか、クッキングパパみたいな。すごい可愛い、これになるわ。次から夏目さんち、あの、うん、ゲンさんはこっちで、さやさんこっちにして。絵が違う。どういうチャンネルってなるんですか。
何これ。僕はね、アリの巣に住みたいんだ。やべえやつ。ヒゲ生やさせないでよ。何ちょっと、じゃあこのパーカーのさ、ここがねシュッて行き過ぎちゃったから、もういいや、ヒゲにしようと思っていっぱいヒゲも生やす。だからこれは、あの動画を撮る予定のない日のゲイさん。なるほどね、もっと生えるよ。もう動画を撮る予定のない日もっと生えてる。あのおっさんだから。はい、3回戦目、最後ではないね。今タイムラプスで流れてるかもしれないけど、最後には自分たちの絵柄マックス詰め込んで、ちゃんとカラーイラストで相手を仕上げるので、それも最後まで楽しんでいただければと思うんですが、自分の絵柄、今もね描いた絵柄があるじゃないですか、はい、それにかける、今度は属性を指定しようかなと。ということで、ここにあのさやさんが作ってくれたカードが。何これ、待って待って待って、こんなん書いたん後ろに。かわいい。何これ、属性カードです。はい、中身は僕がね適当に書いたんですけど、はい、いやここに少年ショタとか、うん、猫耳とか、そういうワードが隠れているので、そこから選ばれたやつを付与して相手を書きましょうという、うん、ということで3回戦目は、はい、こちらから属性を1枚引いて、はい、それを反映させて相手を書きましょう。でこの中から2枚引いて、はい、うん、その属性を相手の似顔絵に付与してください。もうキャラクター化ですよね、もうね。そうね。じゃあ、じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。でもやっぱまずはさやさんから1枚選んどこうかな。あ、でもあの関係ないよこれ。え、うん、あ別にあのゲンさんのところにゲンさんっぽいものが書いてあるわけでもなく、うん、あ、そうなの？完全ランダムですから。そうなんだ、うん、まあじゃあいいよ、僕さやと僕を1枚ずつ引くわ、うん、いいよ。じゃあ1枚目は、うん、コミックエッセイとかプリクラの時に登場するこのなんつうかまつげバシバシのさやさん。私を選ぶの？ありがとう。声違うんだ。よろしくね。じゃあまあオーソドックスなゲンさんに行きます。まあオーソドックスなゲンさんね、はい、じゃあ次ゲンさんどうぞ。こいつにしねえよ。これさやさん、僕なんかい？こいつにしねえ。僕は嫌だよ。悩んでしまうな。はは、帰れお前。それぞれセリフが、コミュニケーションどんどん自分たちで。ゲンさんのこのびっくりゲンさん結構気に入ってるんで、好きよね、これでいいですよ。じゃあさやさん、この機嫌な顔のさやさんにするよ、はい、いいっすよ。金使わないけど、これ何が書いてあったか。せーの、ポケモン。ポケモン、あー、まあやばいね、魔法少女ゲンさんになるとこだったの。ちー、危なすぎる。じゃあまずは、はい、じゃあゲンさんカードからオープンするか。いきますよ、せーの、せーの、幼児か、ロリのさや。深いな、妻ロリ化するってもう大丈夫、ワードとしていい、大丈夫かな、獣か、うん、お耳がついてる、分かんない分かんない。でもさやよくさ獣耳書くよね。さやさん獣ちゃん好きだよ。この間ニューロさんの案件でもニューロくんね、あ、そうそう、獣耳男子書いたもんね、うん、せーの、え、すごい、待って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 、もうやばくない、これもうやばくない、組み合わせやばくない。大丈夫これ、大丈夫、 YouTube さんさ走ってくるよ。YouTube さんスプリントスタイルだった。スプリントスタイルだし、途中でタクシーを乗り換えてくるよ。うん、前の車を追ってください。そうそう、すごい速さが追っかけてきてる。でもね、私も相当やばいよ。やばくない、獣のメスゲン。ワードやばい。やだこの動画。じゃあ、まあ、悲しみに暮れながらね。15分でいきますか、じゃあ。はい、よーい、どうやってアナリティクスおじさんの雰囲気を出そうか悩んでるんだ。え、嘘、アナリティクスおじさんの雰囲気はやっぱ出すんだ。だって3分に1回 YouTube スタジオ開かないと気が狂っちゃう人じゃん。やめてよ、割とリアルなんで。あ、開かなくちゃ。やべえやつっていう感じだ。やべえ、役じゃんそれも。さあ、ということで終わりました、3回戦目、はい、自分の絵柄かつ相手に属性を付与、せーの、ダーン。おー、美人じゃない？現存のエースマリオコットユピピリックスっていう名前なの、うん、ちゃんとアナリティクス見てんの。あ、そうそうそう、ファンって出る、いいな、ファン欲しい、うん、フンフンフンとかやりたい、ちょっと、そうそうそう、あ、でもいい感じっすね。でもね、こっちの耳は本物のお耳なんだけど、こっちはメカ耳なの、はい、勝手にメカ入れたんだもん、うん、自分でそここうプチって切っちゃったから、新しく作ったの。こいつサイコパスよ、このゲンさん。パスミ強いじゃん、このゲンさん。かわいい、すごくかわいい。これあのさやさんポーク、うん、昔のさやさん、だからちっちゃい頃のさやさんは、さやさんポークって言われる、今一瞬豚が走ってさやさんポーク、さやさんポークって、はい、あのさやさんポークね、さやさんポークね、はい、あのちっちゃい時のさやって、うん、髪の毛こんななのよ。あ、そうそうそう、うん、クリンクリンの、ね、まあもうちょっと黒、真っ黒だけどね、クリンクリンの髪の毛だったから、うんうん、この幼女さやをメカ化したわけ。ひゃー、で、これあれ、ここちょっと色ついてないかわかんない、これオムメカ、うんうん、
え、かわいい。お胸か。これはさやのボーダーが好きだ。昔の写真でもよくボーダー着てた。そうね、ボーダー着てたね、うん、だからボーダーの模様がついてる、うんうん、おー、かわいい。結構かわいくないこれ。うん、すごいかわいい、ね、じゃあ、最初からね。いいね、うん、よく分かってないもんね、もうね。どうしたらいいか分かってない。だからさ、これの3回戦目がさ、これになるなんて誰も思ってなかった感じ、ね、確かにね。で、2回戦目、はいはいはい、ちょっとまあまあまあ、これが一番ちょっとこっぱずかしいやつだね、これがね。大丈夫、モザイクかけてもらおう。解除しちゃった今。多分ゆかさんブチ切れてる。編集さすな。で、3回戦目が今ね、はい、もうなんかこの辺はもう自分の絵描いちゃったって感じ。いや、もうそういう感じ、はい、まあそれではこの後、お互いの絵をガチでカラーで仕上げていきますので、はい、最後までご覧ください。せーの、行ってきます。お久しぶりじゃないですか、これ。なんか紙に書くの。はい、紙に書くの久しぶりってか。まあ、って言いながら僕紙じゃないんですけど、さや、まあ、さんですよ。はい、今回はね、ゲンさん水彩でね、書くんですけど、今回テーマがあってね、はい、あのピンクの部分がさやさん、青い部分がゲンさんの自我だという感じで捉えていただくと。侵食されているの、ゲンさん。そう、ほら、でもほら、まだ青が今徐々にさ、はいはいはい、ゲンさんのカラーが残ってるでしょ。確かに。そこに現れるピンクのパンダとピンクのアルパカよ。これはさやさんを象徴してるんだ。そうそうそう、あのどんどんね、ゲンさんの中にね、こう、はい、概念としてさやさんがね、こうずわーって思考が怖いな。思考を乗っ取るという意味で、絵柄の割に怖いね。チャカ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 チャっと。そう、あ、来ますよ。そう、後ろアナリティクスだから、これアナリティクスマーク書いてあるから。ドライヤー。瞬間風速だったな今。ビュッて吹いたね。はい、ということでさやさんですよ。はい、あの線画からですね、あの紙に書いてませんね、別に。紙 iPad で今回もやっております。 iPad、 はい、 iPad よ。もうメカメカしい、いつものメカメカしいやつをさやにしただけっていう。あ、今気づいた、ピオちゃんいるやん。そうだよ、左上にピオちゃんいるよ。今気づいた、なんかこれ見てたんだけど、うん、そう、ちょっとあの偉そうなピオちゃんいる、うん、なんか、はい、うん、このおーいみたいな。俺ここにいるぜみたいな感じのピオちゃんや、はい、まあね、全体的にバッて塗ってった後に色を調整していくスタイルなんだけど、髪の色をここで反転させます。すごい可愛い、はい、今回も色合いをね、やっぱいつも通りビビットにして、オムライスみたいにして。そうですね、左上はオムライスのメカです。オムライス、おー、モリモリですね。ピンクピンクですよ、これは。モリモリですよ。このメガネ、ゲンさん持ってますもんね。持ってませんよ、ドピンクメガネ。目立ちすぎんだ。そしてオムライスさや、はい、オムライスメカさや、メカさや、メガネが可愛い。そう、メガネじゃないしね、もうね。こんな女子になります。髪の毛、じゃあ緑に染めていただいて。染めてきます。じゃあゲイさん、メガネピンクにしていただいて。できちゃうのが嫌なんだよな、それ。メガネピンクにできちゃうけど、それ次回からゲイさんメガネピンクだったら、みんなどういう心境の変化だと思っちゃうじゃん。朝死ってやつだから大丈夫だよ。わがまま聞いてくれるよね。